ホンダ CB ホンダ X11X11 はホンダ技研工業がかつて製造販売したオートバイである形式名 SC421997 年に発売された SC35 型 CBR1100XX スーパーブラックバードをベースとして開放感とハイパフォーマンスを兼ね備えるスポーツ性をコンセプトに ネイキッドモデルの最高本を目指して開発された大型自動二輪車である。なお、X11 の社名は日本国内向け仕様のみで使用し、機種コード並びに海外向け輸出仕様の社名は CB1100SF とされたために CB シリーズに属するモデルである。基本コンポーネンツは SC35 型 CBR1100XX。 スーパーブラックバードと共用する姉妹車であり、フレームはアルミ合金製センターピボット構造ものボーンを採用する。搭載される、排気量 1137cc の SC42E 型水冷4ストローク DOHC4 バルブ4気筒エンジンは SC35 型 CBR1100XX スーパーブラックバード用から低。 中回転域トルクアップとレスポンス向上を目的に、バルブタイミング変更などのチューニングを行ったほか、マニュアルトランスミッションを6速5速へ、ネイキッドらしい、心地よい鼓動を演出すべくバランサーを、デュアルからシングルへ変更した。また燃料供給は、p g m i 電子式燃料噴射装置を、マフラーは、オールステンレス製4から2から1から2を搭載する。 サスペンションは前後輪とも、ホンダマルチアクションシステムを付帯させており、前輪をテレスコピック、後輪をアルミ製スイングアームとするが、リアショックはリンク機構を介さないモノタイプである。ブレーキは、SC35 型 CBR1100XX、スーパーブラックバードと同様に前輪が 310mm ロータープラス3ポットキャリパーのダブル。 後輪が 256mm ロータープラス3、ポットキャリパーシングルディスクブレーキとし、前後連動のデュアル CBS とした。車体は CBR1100XX、スーパーブラックバードから単純にカウルを除去したものでは、なく、22L の燃料タンクを含めたスタイリングは、闘牛をイメージした。 最も特徴的と言える大型ラジエーターシュラウドは内部のルーバー形状、角度によりスポイラー効果並びに中高速走行時やコーナリング時のタイヤ設置感をより安定したものにするダウンフォースパフォーマンスを生み出すとともにアルミ製の5段コアオイルクーラーとラジエーターを組み合わせて設置する。メーターパネルメーター類は 速度計と回転計をメインとした二眼式とし、昼間はレッドベースにホワイト文字、夜間はオレンジ文字に変化。また速度計内にはオドメーター、トリップメーター切り替え表示式液晶パネルを回転計内には水温計を配置するほか、ウィンドプロテクション効果を発揮するケース一体型のメーターカウルを装着する。 海外では1999年にイタリアミラの国際モーターショーで発表された後ヨーロッパ市場で同年9月に発売。日本国内では同年10月25日から11月3日に開催された第33回東京モーターショーに市販予定者として出品され翌11月4日に同月5日から仙台限定で発売されることが発表された。 海外向け輸出仕様は2002年に発表された2003年モデルを最後に製造販売を終了した。ありがとうございます。